今日の新潟市は午前中雨が降った時間もあったりと、はい、すっきりしない天気でしたよね。そうでしたね、うん。まあ、午後は各地晴れ間が戻りましたけれども、明日はですねまた傘の出番となりそうです。はい、明日午前9時の予想天気図見ていきましょう。明日昼間はこの高気圧に覆われて、うん、よく晴れる見込みです。はい、一方ですね、樺太付近のこの低気圧から伸びる寒冷前線が、次第に県内に近づいてきますので、はい、県内天気はゆっくり下り坂でして、夕方以降は所々で雨が降るでしょう。では明日の天気の移り変わりを見ていきます。はい、こちら明日の朝6時の予想なんですが、県内各地オレンジ色でもうよく晴れる見込みです。うん、そうですね、広い範囲で晴れですね。はい、そうですね。で、動かして見ていきますと、その後昼過ぎまでは広く日差しが届く予想となっています。ただ夕方6時頃になりますと、下越や佐渡では雲が広がりまして、はい、夕方ですね、村上市などでは一部雨の降り出すところもありそうです。そうですか。はい、そして夜遅い時間にはこのようにあちらこちらで雨雲がかかる予想となっています。そうですね、帰りが遅くなりそうな方は雨具を持って出かけた方が安心ですね。はい、そうですね。ただですね、日中は、日差しとそして暖かい空気に包まれて気温がぐんと上がりそうなんです。はい、明日の予想最高気温がこちらです。うん、かなり高くなってますね。そうなんですよね。明日はですね18度前後のところが多く、10月下旬から11月上旬並みとなるでしょう。はい、1ヶ月以上季節が戻った頃の気温となりまして、日中は薄い長袖で過ごせるくらいとなりそうです。はい、ただですね、明日注意が必要なのが黄砂なんです。黄砂、はいはい、こちらはですね明日の夜9時の予想なんですけれども、下越や佐渡ではこの黄色い部分がかかっていまして、黄砂が飛来してくる予想となっています。うん、でこの黄砂が予想されているこの帯状のエリアなんですが、あさってにかけてこう県内付近を南下していく予想なんですね。ですので、明日の夜からあさって日曜日にかけては、黄砂による車の汚れですとか見通しの悪化に注意が必要です。はい、また呼吸器疾患のある方はマスクや眼鏡などで対策をしてお過ごしください。はい、夕方以降は雨そして黄砂にも注意が必要ですね。はい、そうですね。